では、始めたいと思います。ちょっと今回スライドが60枚ないぐらいなので、ちょっと小1時間かかるかもしれませんが、よろしくお願いします。はい、では始めたいと思います。今回はですね、ワードプレス再入門の基本設定編という形でお送りします。でこの講座なんですけども、全部で6回で考えています。先月ですねは、基礎知識環境編という内容でお送りしまして、今回2回目、基本設定編ですね。ワードプレスで使う上で、最低限必要な設定の内容について確認しておこうということです。ですので、おそらくワードプレスをすでに使ってみる方が大半だと思うので、画面自体ですね、設定項目自体は見たことがあるものばっかりだと思います。ですが、まあ、あ、ここってこういうことができるのかとかいう気づきがあるかもしれませんので、もしよかったら今後のですね、ワードプレスの、使っていく上で参考にしてもらえればなと思っています。また今後はですね、3回目にテーマプラグイン編、4回目にコンテンツ作成方法編、あとは、5回目がカスタマイズ編、6回目は運用学習編ということで、全6回で、予定しております。また前回のものはですね、現時点では YouTube に上げています。で今後はワードプレスの方の本体の方に、まあ、動画を上げようと思ってますので、またもし見つけたら見てみてください。はい、今回の内容はこちらの5つになります。大きい、くくりとしてはこの5つですね。ワードプレスの基本設定とは、あとは、なぜ基本設定を理解しておくと良いのか、テーマやプラグインによって変わるメニュー項目例ですね。標準的な、管理画面の各メニューの項目ですね。そちらの概要を紹介します。で、最後に、初期設定の時に必ず確認しておきたいポイントというところで数点ご紹介したいと思います。はい、まず僕、先ほどちょっと自己紹介をお話ししてなかったので自己紹介をします。で、岐阜ワードプレスミートアップの共同オーガナイザーをやっています、久野と言います。仕事はフリーランスのウェブの制作として、まあ、個人的にやってますが、あんまり岐阜の方とお仕事することはないのであれなんですけども、基本的には岐阜のお客さんはいなくて、全国に津々浦々って感じでやってます。はい、ではこちらから本題に入っていきたいと思います。まずワードプレスの基本設定とはですけども、皆さんこういう画面は見たことがありますよね。いつも左側に出てきます。で、標準的なワードプレスを利用した際に、表示されるメニュー項目ですね、左側一覧になります。で、各種テーマもしくはプラグインを有効化した場合、そのプラグインとかテーマが持っているメニューもここの中にストンと、追加されて表示されることがあります。で、それらに関してはもう上げ出すとキリがないので、今回の内容では取り扱いません。ワードプレスが本体が標準的に提供するメニュー、そちらを紹介していきます。ですので、それ以外のものに関しては各プロダクトですね、各テーマ、各プラグイン、それらの解説とかマニュアルを参考するようにしてください。はい、なぜ基本設定を理解しておくと良いのかという点ですね。こちらに関してですけども、ワードプレスの良さの一つには多様なテーマとかプラグインという存在があります。で、ワードプレスのシェアは先ほどちょっとお話ししましたけども、あれだけ世界中でたくさん使われる理由というのは、たくさんのプラグインがある、たくさんのテーマがあると。で、また、開発がしやすいとか使いやすいとか、いろんな理由があります。その大きな一つに、この多様なたくさんのいろんな種類のテーマやプラグインがあるという、そういうエコシステムがあります。特にプラグインからは独自の設定メニューとかページを用意されることがあってですね、プラグインは見よう見まねで追加したけど、なんか知らないメニューが出てきたぞとか、そういうことは最初の頃はよくあることなんですね。で、そういったことがですね、起きた際に、3つ目になるんですけども、
ワードプレスの基本設定の内容を把握しておくことで、問題が起きたとき、何かトラブルにあったとき、出くわしたときに、原因の切り分けですね、これら僕らが開発する人はデバッグと呼んだりするんですけども、何が問題なのかということを明確にする作業ですね。そういったことにとても役に立ちます。ですので、また自分では何も解決できんと、何とこならんという場合にも、その起こった問題がですね、これはワードプレスのメニューじゃないよねとか、これはプラグインから出てきてるよねとか、そういったことが識別できるだけでですね、原因の切り分けができます。それによって有識者に相談する際にも的確に質問をすることができると。で、的確に質問ができるということはどういうことかというと、最適な回答を得やすいということになって、解決に進みやすいという流れになります。ですので、こういった基本メニューとかも理解してですね、ワードプレス使ってもらえるといいかなと思っています。はい、ここからはテーマやプラグインによって変わるメニューの項目例というものを紹介します。どんなところにメニューが追加されるのかっていうことですよね。例えばこちら、グーテンベルグという、ワードプレスを開発していてですね、先進的な、開発を実際に試すことができるプラグインっていうのが、グーテンベルグというプラグインがあります。皆さん、プラグインの新規追加のところから多分何もせずにグーテンベルグとか出てくると思います。そちらのプラグインを入れたときにどうなるかなんですけども、一番左は何も入れてないときですね。で、その右側のメニュー項目のところに一番下にグーテンベルグってポンと出てきてます。こういうような形でプラグインを追加すると、そのプラグイン独自のメニューがスコンと追加されるっていうことがあります。これはちなみに、左のサイドバーのメニューの大きいメニューの一つとしてこれ追加されているというのが分かるかと思います。では別のプラグインですね。例えばこの XO セキュリティというプラグインがあります。で、これはちょっとセキュリティに関していろいろと強化できるプラグインになるんですけども、こちらのメニューを有効化するとどうなるかというと、今度は設定というメニューの中に XO セキュリティというメニューが追加されてますね。このような形でさっきとはちょっと違う場所に出てきているかと思います。これプラグインによってまちまちです。これは何かここに、あなたのプラグインはここに出しなさいっていう決まりがあるわけではなくて、プラグインの作者が最適だと思う場所にメニューを出すということができます。ですので、こういったところにも出てくるんだよということだけちょっと知っておくとよろしいかと思います。最後に Search Regex というプラグインがありますが、これはどんなことをやるかというと、 WordPress の中の、いろんな文字とかね、そういったものを、検索して置き換える、そういったプラグインになるんですけども、そちらを入れるとどうなるかと、有効化するとどうなるかとなると、今度はですね、先ほどは設定の中に入っていたんですけども、このプラグインの場合はツールの中に Search Regex というサブメニューが入ってます。こういった形でいろんなというか、プラグインの作者、開発者が任意にここにソンと入れることができるので、絶対ここにあるよっていうのはなかなか言えないんですね。プラグインによって変わってきますので、そういうところを、知っておいていただくといいかなと思います。このようにですね、プラグインによって追加されるメニューの項目の場所など結構様々です。ですので、いっぺんに例えば知らないプラグインをブワッと入れるとですね、このプラグインのメニューはどこだみたいな、ちょっと迷っちゃうことがあるかもしれないので、慣れない場合はですね、一つずつ有効化して、あ、ここにメニューがあるなっていうのを確認しておくと、分かりやすいかもしれないですね。また wordpress.org に公開されているテーマ以外のテーマです。皆さんが管理画面でテーマ新規追加で検索できるものではないもの、有料のテーマであったり、無料で独自のサイトで配布されているようなテーマとかですね、プラグイン、そういったものは独自のメニューを紹介、設定することができます。ですので、テーマによっても独自のああいったメニュー項目をストーンと入れてくるということが可能性としてはあります。
このように標準なメニューと、あとは追加されたメニューというものをですね、区別できると、またこれはプラグインのメニューの設定項目だから、プラグインに何か原因があるのかなとか、いろんなことがそこだけでも、原因を追求する上ですね、分けて考えていくことができますので、もしよかったら覚えておいてください。はい。ここからは、標準的な管理画面の紹介になります。これはもう本当紹介というか、まあ皆さんもう普段目にしているものですので、ざっと駆け足でいいかなと思ってます。特別詳しい内容はお話はしません。で、今回紹介するものはですね、ざっとこんな感じです。まあ、ツールバー、ダッシュボードから始まってですね、あとは左に載っているもの、上から順番にという感じになってます。最後の設定の中にはワードプレスに関する大事な初期設定に関わる部分が凝縮されてますので、そちらを重点的にここでは紹介します。そこまではずらっと流れで紹介していくことになります。まずツールバーですね。こちら皆さん分かりますよね。よく上の方にストーンと出てくるものです。これは管理画面でも出てきますし、こちらの左側の下側ですね、こちらログインした状態で実際にウェブサイトを見てもおそらく標準設定では上の方に出てくると思います。で、ユーザープロフィールっていうところがあるんですけども、そこで、ツールバーを表示しないってすると、実際にウェブサイトにアクセスした時は表示されなくなります。それは使い勝手次第でご自身で考えていただければいいですけども、たまにちょっと分からずにですね、そのチェックをつけてしまったり消してしまったりして、あらら管理画面が出てバーがツールバーがなくなったぞっていうふうにちょっと混乱しちゃう方も見えるので、一回そこのここをチェックしたら消えるんだなというのを確認してみてもいいかと思います。でツールバーでできることはですね、まあざっとこのぐらいあって、これはツールバーにも先ほどと同じようにプラグインからメニューが追加されることがありますので、この通りというわけではありません。で、1番目ですね、ちょっとスライド見にくいですけども、1番目はですね、ワードプレスマークのところですね、こちらをマウスでホバーするとですね、上に載せるとワードプレスの基本情報へのアクセスができます。で、ワードプレスの公式サイトであったり、ライセンスであったり、そういったちょっと、詳しい内容に、ダイレクトにアクセスすることができるようになっています。で、2番目はこの、ここサイト名が表示されるんですけども、これの場合だと、フューチャーワードプレスっていうサイト名になっています。で、ここをマウスオンすると、サイトを表示するっていうサブメニューが出てくるので、そうすると、実際のサイトにすぐにアクセスができます。で、3番目はですね、これ吹き出しのアイコンがついてますけども、数字が3と出ていますが、これはですね、このサイトに寄せられたコメントの数で、そのコメントの中でも承認がされていないもの、承認 OK ってしないと表示されない仕組みの場合の承認してくださいねっていう数のコメントの数ですね、こちらがこうやって表示されます。コメント機能を全く使わない場合はこちらは表示されません。4つ目はこのプラス新規って書いてあるところですけども、こちらはですね、投稿であったり固定ページであったり、メディアとか、あとはユーザーの新規作成とかですね、そういったページへのダイレクトにアクセスすることができます。5つ目は下の方ですね、実際に、サイトにアクセスした際のツールバー、こちらに、サイト編集ってあるんですけども、これは、必ず出てくるわけではなくて、利用しているテーマが、クラシックテーマなのかブロックテーマかによってここは変わってきます。で、ブロックテーマの場合サイト編集っていうものが出てきますが、まあカテゴリー的にクラシックテーマと言われるものの場合はこれが出てきません。代わりにカスタマイズというメニューが多分出てくると思いますが、ちょっとそこら辺は変わってきますが、通して見ていただくと分かるように、まあ、何かしら、よく使う機能にダイレクトにアクセスができるというものがここに詰まっていると考えてもらえればいいかなと思います。はい、管理画面にログインしている状態で、まあ、出てくるものですよということですね。実際の表示を確認する場合には、サイトをスクロールしても、ツールバーは上にずっと常時
固定されて表示されます。よく利用されることが多いメニューに直接アクセスできるようになっていて、固有のメニューはですね、プラグインもしくはテーマからも追加されることがきます。で、先ほど話したようにユーザープロフィールからも非表示にすることは可能です。はい、次はこちらダッシュボードですね。はい、こちらはワードプレスに関するさまざまな情報に、まあ、早めにアクセスができるということになっています。でこのそれぞれいろいろな項目があるんですけども、これらの並びは若干人によって違ったり、あとは動かすこともできます、ドラッグ&ドロップで。ですのでちょっと表示が変わってきたりします。で、まあ、皆さん通じてあるのは例えばサイトヘルスステータスとかですね、こういったものは皆さんに入っているかなと思います。あとは概要というところで、例えば何個投稿があってですね、固定ページは何件あって、今はワードプレスのバージョンがどれで、あとはテーマは何使ってますよみたいな、そういった情報をざっくりとここで確認することができます。またこちらの、イベントニュースですね、こちらの方には、皆さんがアクセスしているところから、まあ、アクセスできそうな場所のイベントが出てきます。でこちらは、基本的に、なんていうかな、ワードプレスが応援しているコミュニティイベントだけしか出てきません。ですので例えば民間とか、個人が個人的にやっている勉強会とかは出てきません。ですので基本的にはワードプレスミートアップという名前がつくものか、もしくは先ほど冒頭でお話ししたワードキャンプとか、そういうちょっと大きいお祭りがあるんですけども、そちらの方のイベントがこちらに出てきます。はい、次はそのダッシュボードの左側のダッシュボードの下ですね、の中に更新というものがあります。でこれ今更新に赤丸で1って書いてあるんですけども、これはどういうことかというと、今皆さんが使われているワードプレスの中で、何かしらアップデートができるものがあるよというお知らせになります。例えばそれがワードプレスの本体であったり、利用しているテーマであったり、もしくは有効化してないけど入っているテーマであったりプラグインであったり、そういった何か入っているけどもそれを作っている人がカスタマイズしたので、改変したので、例えば脆弱性を取り除いたのでアップデートをしてくださいというふうに作り直してするとですね、皆さん使われている方にこうやって通知が出るようになります。で基本的にはあまりこれを放置せずに、基本的にこうアップデートして最新の形で使うことを、推奨しています。まあ、私個人としては、個人的にはですね。っていうのではなぜかというと、例えばこうちょっと現在のバージョンは 6.1.1 って出てますね。でワードプレスの場合は大きい変更がある場合は2つ目の数字が変わります。 6.1 から今度 6.2 に変わります。それが僕らでワードプレス側では、メジャーアップデートって呼びます。でちなみにここ、最初 6.1.0 だったものが今1個上がって 6.1.1 の状態ですね。これはこちらはマイナーアップデートって呼んだりします。でどういうアップデートをするかというと、機能的な追加はほぼありません。そんな大きい変化はないんですけども、何かちょっと不具合が発見されたとか、あとは、何かしらちょっと問題が発生した、脆弱性があってそれを、セキュリティ的にカバーするために、ちょっと修正を入れるだとか、そういったものがですね3つ目の数字のアップデートに含まれることがとても多いです。で、そういったこまめなアップデート、特にマイナーアップデートですねをしっかりやっていかないと、やっぱりワードプレスを、セキュリティ上安全に使うということができないという可能性が高くなります。ですので、そういった意味でも、まあ、できるだけ安全安心にワードプレスを使おうとした場合には、やはり使っているプラグイン、テーマ、本体、それらをできるだけ最新の状態に保つという努力がとても必要になりますので、ぜひ覚えておいてください。はい、次は投稿ですね。
じゃあ投稿の中にはあのこのような基本的にはまあ4つですね、こういったメニューが出てきます。投稿一覧というのは、まあ、これまでに作った投稿もしくは下書きのものだったり、あの下書きとかいろんなパスワード保護とかいろんな状況の投稿を作れるんですけども、そういったものを一覧すべてをこちらで見ることができます。で新しく、追加する場合はですね、こちら新規追加で投稿を追加すると。でカテゴリーというものもあって、カテゴリーを管理するのはここからいきますね。でタグというのも同じく管理できます。で後でちょっとお話が出てきますが、カテゴリーとタグどうやって使い分けたらいいんだろうみたいないうことをたまに相談いただくので、そういったお話は最後の方にちょっと出てきます。次は、メディア。メディアの中には、まあ、ライブラリーというところがあって、そこは、皆さんがアップロードした画像、あとは音声動画とか、そういった、まあ、一種その類のですね、メディアファイル、そういったものを一覧することができます。でそのライブラリの方にドラッグ&ドロップしていただくとアップロードはできるんですけども、まあ、それとは別にですね、新規追加というメニューも用意されています。どちらから新規追加しても結果的には一緒です。こちらは固定ページですね。こちらは固定ページの一覧、あとは新規追加という2つのメニューが用意されています。用途はもうあの読んで字のごとくですね、という内容になっています。次はコメント。なかなかコメント機能を使わないっていう方最近多いですけども、あのワードプレス自体には、ずっと搭載されています。なぜかというと、ワードプレスって大元は、ブログを作る、まあ、あのシステムなんですね。ですので、まあ、ちょっとあのなんていうかな、昔のブログシステムだったりすると、まあ、SNS が反映してない時にはですね、やっぱコメントのやり取りでコミュニケーションするというような、まあ、ブログの文化もあったりします。そして結構日本とは相反して、欧米ではかなりコメント文化がまだまだ盛んです。ですので、まあそういうねコメント、ブログのコメント文化みたいな、そういうのがあのそういう時代も良かったなみたいな、僕たまに思う時があるんですけども、はい、そういった機能が、まあ、WordPress には持っています。でこちらの機能ですね、こちらはあのブログの付けられたコメントの一覧に移動することができて、で、その例えば丸三って赤いあの数字出てますけども、そういったコメントを承認するとか、まあ、削除するとか、そういった管理が行うことができます。はい、こちら外観ですね。外観っていうのはちょっとあの翻訳的に分かりにくいかもしれないんですけども、要するにワードプレスの見た目ですね、見た目を管理するメニューが集まっていると思ってください。で、ブロックテーマを使っている場合は、左側のテーマとエディターというものが、出てきます。でテーマっていうのは、今ワードプレスにインストールしているテーマが全て出てきますので、その中から一つ有効化をして採用するみたいな形になりますね。でエディターというのは、ブロックテーマが有効化時のみ表示なんですけども、サイトエディターといってウェブサイト全体を管理する、デザインを管理する画面に移動することができます。で、クラシックテーマを使っている場合はそちらの右下のところに出ているメニューが出てくるかと思います。こちらは、まあ、テーマ、あとエディターというものがなくて、カスタマイズというものがあります。でカスタマイズって結構いろんなことを、クラシックテーマの場合は設定することができます。あとウィジェットですね。ウィジェットもブロックテーマの方には、ないので、クラシックテーマでは、ウィジェットを使うことができて、あとメニューの管理自体も、ブロックテーマではですね、サイトエディターの中で管理するのでメニュー項目もありません。でまたテーマファイルエディターっていうのは、クラシックエディターの場合はこっちに入ってくるんですけども、ブロックエディターの場合はまた別のところに入ってきます。また後ほど出てきます。このような形でちょっとクラシックテーマとブロックテーマで出てくるメニューが違うぞということだけ知っておいていただくと良いかと思います。まあ、外観のですね、ここが行くとテーマの一覧が見れます。で新規追加のボタンを押すと追加ができるんですね。こういった形で
あとはそこのバーのところでおすすめとか、あと人気のものとか、あと検索欄に何か入れるということもできますし、ブロックテーマを試したい場合はブロックテーマというところをポチッと打つとブロックテーマだけが出てくると、そういうようなことでここで選んで、無料で使えるテーマをピックアップすると、そういうことができます。はい、次はプラグインですね。プラグインの方はですね、インストール済みのプラグインというメニューと新規追加というものがあります。インストール済みプラグインの方をクリックして進んでもらっても新規追加というボタンはあるので、そこから行くこともできますが、すでにワードプレスの中にインストールしてあるプラグインが出てきます。インストールしているだけで、有効化してないものとかもあるんですけども、とにかくインストールしたものが一覧で見れると。で、新しく入れたい場合は新規追加からもできますよというメニューになってます。これ一覧ですね、ずらーっとこれ今何も有効化してない状態ですけども、こういった形でプラグインの一覧が、確認することができます。で、テーマと結構似てますけども、ここで、プラグインを検索して、出てくるものを入れると、今すぐインストールとかですね、インストールしてある場合は有効化するとか、そういったボタンで、やります。はい、次はユーザーですね。ユーザーっていうのは、おそらくかなりの割合で個人で管理される方が多いのかなとは思いますが、例えば、会社のウェブサイトで、投稿する人が複数人いるっていう場合には、やはりユーザーをそれぞれに設けるということを強く推奨したいです。で、なぜかというと、やはり全ての方が同じような認識を持ってワードプレスを触られるわけではないので、何かちょっとおかしな作業をしちゃったとか操作をしちゃったという場合にも、原因の切り分けがまずできないと、誰がやっちゃったのかなっていうのもわからないし、あとはそもそも、大きな変更をできるのはこの権限を持っている人で、書くだけの人は投稿だけができる権限にするとかですね、それと権限を振り分けて、複数のユーザーで管理するということが一般的ですので、できればアカウントの使い回しではなくて、使う人それぞれにアカウントを用意するということを推奨したいと思います。で、それはですね、こちらの場合は、ユーザー一覧で、アカウントを持っている人をみんな見ることができると。で、追加、新規追加と、あとはそのログインしている人のユーザーアカウントの設定、こちらはプロフィールというものでできます。で、こちらから、冒頭に出てきたツールバーというところの表示とかも、チェックで切り替えることができます。はい、あとはですね、ツールですね。こちらのメニューは、ブロックテーマを有効化している際の今メニューになってますので、若干クラシックテーマだと表示が変わってきます。で、インポートというのは外部のブログサービスとかそういったものからデータを書き出したものがあって、それをワードプレスの方に入れたいという場合にインポートのツールを使うことがよくありますね。で、これはいろんなサービスに対応していたりもしますが、対応してないサービスもあります。ですので万全な体制かというと、それは違うかなと思うんですけども、多くの場合だいたいコンテンツがインポートできるかなと思います。ただ稀にちょっと特殊な場合はやっぱちょっと専門の有識者に頼まないといけないという場合はあるかと思います。で、その逆にですね、エクスポートと、このワードプレスのデータコンテンツとかメディアとかのデータを書き出すということが、エクスポートできるということですね。で、何かのお引越しであったりとか、サイトをまとめるとかね、そういった時によく使うかなと思います。サイトヘルスというのは、このワードプレスの健康状態を確認することができます。例えば今サーバーで使っている PHP のバージョンが古いですよとか、ね、あとは、使ってないテーマを入れすぎですよとかね、いろんなアラートをしてくれて、何かしら問題につながる前に、教えてくれるというような形になってますので、できるだけ健康的な状態を保てるといいのかなと思いますが、いろんな使い方があるので、一概にこれがいい点数取れないから危ないということに直結するとも言い難いんですが、ある一つの指標として見ていただければいいかなと思います。
はい、次はですね、個人データのエクスポートですね。こちらはですね、サイトが取得している、まあ、それぞれいろんなユーザーさん作った場合ですね、の個人データを確認したりとか、そういった場合にですね、例えば僕がウェブサイトをいろんな人とやってます。その中に、A さんという方がアカウント見えてですね、その方がちょっと私の個人情報どういったものが入っているのか確認させてくださいと言われた場合にですね、その登録しているメールアドレスを聞いて、そのメールアドレスをここで入力すると、その方に認証が飛んでですね、ちゃんとあなたですかと URL をクリックしてもらうと認証されましたと。そうすると個人情報をエクスポートすることができます。でそれをエクスポートしてその人に渡すってことですね。こういう情報をこちらでもらってますよと、そういった確認作業をすることができます。また個人データの消去というのはですね、そういった場合とか、あとアカウントを消す場合ですね、そういった場合に、消しても残しておかないとか、あとはアカウントは持っておきたいけど個人情報をちょっと一回消してくださいとか、でそういった場合にこちらの個人データの消去というものを使うと一回データを消すことができます。あとはこのテーマファイルエディター、まあ、同じようなものでプラグインファイルエディターというものがあるんですけども、一般的にワードプレスのテーマとかプラグインを開発する場合は、まあ、僕らもそうですけども、まあ、コードエディターみたいなのを使ってコードをガチャガチャと書いていくんですね。でも、何らかの理由でそれがちょっとできない場合に、ここでファイルを、テーマのファイルであったりプラグインのファイルであったりを閲覧したり改変したりすることができます。機能的にはそれができるんですけども、まあ、こちらで怖いのは、例えばプラグインのファイルをなんか、見ました、でちょっと間違えて一つコロン消しちゃったってやって保存ってやると、それでバンと動かなくなったり、何かしらエラーがすごい出てきたりということが起きることがあります。でやはりちょっと最初初心者の場合ですね、それとても怖いですね。やっぱそういうことが出てくるとちょっと混乱しちゃったり、どうしたらいいか分からないということ、あとそれを知らずにやっちゃうと特にね、原因が分からなかったりします。ですので基本的に、そういったコードとかを修正したりする場合はですね、ここを使わない方がいいです。逆にここを使わずにコードの修正ができない場合は、一旦それをやるべきかどうかを考えた方がいいかなと、私個人的にはそうやって考えてます。結構ここでなんかいろいろやっちゃう方がね、たまに見えて、ちょっと後にも先にもいけないというようなことが起こらないこともないので、個人的には最低限の機能としてこれは必要だと思うんですけども、あまり日常的に使うものではないのかなという認識でおります。はい、ここからがまあメインというか詳しくお話ししたいところなんですけど、設定の中にはこれらのメニューがあります。一般設定、あとは投稿設定、表示設定、ディスカッション、メディア、パーマリンク、プライバシー、これらのメニューがあります。これらをですね、ざっと内容を洗っていこうと思います。で、ここら辺はもうおそらく皆さん見られたことが多いと思うんですけども、サイトのタイトルですね、こちらもウェブサイトのタイトルそのままです。でこちらで編集をして保存をすることでウェブサイトのタイトルが書き換わります。でタイトルって結局何かというとですね、 HTML の中にヘッドタグというものがあります。ヘッドタグの中にタイトルタグっていうものがあるんですけども、そこの中に設定されるのがここの文言になります。で、トップページの場合はこの文言がスタンと出てきます。でその下のキャッチフレーズですね、こちらはサイトの簡単な紹介文を設定することができますが、トップページにアクセスした場合ですね、サイトタイトルが入ってその後ろにキャッチフレーズがついてきます。ですので、サイトタイトルでは、紹介しきれなかったウェブサイトの紹介みたいなテキストを入れることが一般的です。しかもプラグインとかを使うことでね、それらを補填したりすることもまあできるので、ここだけで全てを設定しなきゃいけないというわけではないんですけども、基本的にはこちらで設定をすることになります。そしてワードプレスアドレスですね、こちらはワードプレスが本体が設置してある場所のアドレスになります。ですので、稀に場所が違う場合があります。
例えばその下にはサイトアドレスというものがあるんですけど、こちらはアクセスするとサイトが表示されるアドレスね。要は俗に言う皆さんにお知らせするようなアドレスがこちらに設定されます。ですが、それと、まあ、基本的には同じです。同じになるんですけども、場合によっては、そのアドレスの後ろにですね、ちょっと別のディレクトリとかを作って、ログインの、アドレスですか、ログインページのアドレスをちょっと変えたいなという場合とかもあったりするので、たまに変えたりすることもありますが、わけも分からず変えるとですね、トラブルが起きたりしますので、分からない場合は、まあ、最初に設定してある通りにこのままでいく方がいいかなと思います。はい。で、管理者メールアドレスというのは、ワードプレスを立てた時に登録したメールアドレスです。で、管理者が変わる場合はですね、新しく入れ直すとですね、そちらの新しいメールアドレスに認証が飛ぶので切り替えることもできます。で、メンバーシップっていうのがあると思うんですけども、こちらは皆さんワードプレスログインする画面がありますね。で、そこにこれをチェックすると、下の方にですね、新規アカウント登録みたいな感じで出てきます。要するにこのワードプレスがログイン画面に入ったら、誰でもアカウントを作れるようなサイトにしたいと、例えばいろんな人で管理したいとかね、ちょっとしたユーザーコミュニティみたいにしたいとか、そういった場合にはこういった機能を使って、自由にアカウントを作成できるワードプレスを作るということもできます。はい。あとはその新規にユーザーを作った際にですね、最初に自動的に当てる権限ですね、そちらを選択することができて、一般的にはこちらはまあ購読者権限というものが一番下の権限になるので、そちらが最初には当てはまってます。ですが場合によっては変えて運用することもできます。サイトの言語はまあ使われる言語ですね、一般的には皆さんおそらく日本人の方ばっかですので、日本語でよろしいかなと思います。タイムゾーンはまあ、ね、日本のタイムゾーンですね、ETC のプラス9時間ですね、そういった形で設定してください。基本的にはレンタルサーバーとかで簡単インストールをするとですね、ここら辺はまあそのままインストール時に設定してくれるようになってます。で、時刻の設定ですね、これらも日付の形式もそうですけども、日付の形式、こちらはどういうふうに形で日付を表記したいか、また時刻に対しても時間の表記をどういうふうにしたいかというのはこちらで設定することができます。またカレンダー等々でですね、月曜日始まりにするのか日曜日始まりにするのかっていうのもこちらで選ぶことができます。はい。次はですね、こちら2番目に投稿設定というものがあるんですけども、ここなかなかあんまり皆さん見られないかも分かんないですけども、ちょっとざっと見ていきたいと思います。投稿用カテゴリーの初期設定というのがあるんですけども、こちらはブログの投稿ですね、使われた際に自動的に最初に設定しておきたいカテゴリーを設定しておくことができる。なので複数のカテゴリーだけど、大体いつも書くのはお知らせだよなとかいう場合はもうお知らせって設定しておくと、まあ後から変更しなくてもいいというようなことがこちらでできるようになります。で、今こちらの場合はアンカテゴライズドというところになっていて、日本語で言うとまあ、未設定なのかな、なんか出てきます。で、何もカテゴリー作ってないので今こうなってますけども、カテゴリーを作った場合はここでバッと選択できるようになります。で、デフォルトの投稿フォーマットというのは、こちらもあんまり皆さん、触られることはないかと思うんですけども、ワードプレスにはまあ投稿があってですね、投稿の中にもいろんなフォーマットのテンプレートを用意することができます。それらを用意した場合に、最初に、新規追加で投稿した場合にどのファイルのフォーマットにしとくかと、テンプレートのフォーマットにしとくかということを選択することはできますが、一般的に触ることはかなり少ないかなと思います。はい。あとはですね、メールでの投稿というところがあります。これも最近はあまり使われないかもしれないですけど、たまにこのニーズがあったりはしますけども、
特定のメールアドレスを用意してですね、そこにメールを送信することで、ワードプレスに投稿させるということができます。これに関しては左下の方に、参照のリンクとかがありますので、後ほどスライドを配布した際にですね、確認していただくとマニュアルで方法が確認できます。あとは昔ながらのちょっとサービスなんですけども、ウェブサイトを更新した際にですね、更新したものをさまざまなサービスですね、ブログのサービスであったりいろんなサービスがあるんですけども、そういったところにピングといって通知を送ることができます。ですのでピングで送るとですね、更新通知があって、インデックスされやすいとかですね、いろんな効用があるとは思うんですけども、最近は正直あまり使われていないかなという気はします。で、次は表示設定ですね。ここ結構分かりにくいというか、最初混乱するというかですね、どうやって使ったらいいのって思われる方多いと思います。でホームページの表示とあるんですけども、これはなかなか日本語と英語のちょっと感触の違いがありまして、日本語で言うとホームページっていうものを指す場合と、英語で言うホームページっていうものを指すものがちょっと違うんですね。なのでこの翻訳で直接ダイレクトに意を取るとちょっと誤解が生じる場合があるんですけども、ここの場合はホームページというのは、ワードプレスの URL にアドレスにアクセスをした際に最初に表示されるページのことをホームページって言ってます。ですので僕らで言うとトップページみたいな解釈をしてください。で、そのトップページをどういう表示させるかという設定をします。で、ここで一般的にデフォルトで表示されているのは最新の投稿というものが表示されています。これは何かというとブログの記事の一覧ですね、こちらが最初に表示されます。なぜなら先ほどちょっと出てきたワードプレスって基本的に最初はブログを作るシステムですので、基本的にはデフォルトのままでいくとブログが立ち上がる形になっています。そうではなくてですね、例えば会社のホームページで最初の記事一覧じゃなくて何か特別なトップページを用意して、それとは別にお知らせの一覧とかのページは用意したいみたいな、そういう場合はこちらの固定ページというものを用意します。そうするとこちらですね、ホームページというところにどれか固定ページを用意しておいて、例えばトップページという固定ページを先に作っておいてそれを当てる。そうすることによってアドレスにアクセスをしたらその指定した固定ページが表示されます。で、投稿ページには、またもう一つブログとかいう固定ページを作っておいてですね、それを当てはめると、その固定ページのアドレスですね、例えばなんとかなんとか .com/固定ページのアドレスにアクセスすると、記事の一覧のページになると、そういうような仕組みに変えることができます。これは実際にちょっと触ってみないとなかなか感触がつかみにくいところではあると思うんですけども、ここで大まかにブログとしてサイトを運営するのか、ホームページとして使うのかみたいないうところが分かれてくる設定の内容になります。あとはですね、一つのページ、この記事の一覧のページに何件記事を表示するかとかですね、あとは RSS とかそういったフィードに対して記事を何件投稿しますかとか、 RSS というのは XML 形式というそのファイル形式で記事のデータを配信することができます。で、そういったもので記事を書いたら通知することができるんですけども、そこに何件表示するかということですね。で、そこのフィードの中に全文表示するのか抜粋表示するのかということも選べます。で、最後に検索エンジンでの表示というところで、こちらインデックスするかどうかというところが、チェックが入れます。で、これチェックを入れるとインデックスをしないになります。で、インデックスって何かっていうと、簡単に言うと皆さんいつも検索しますよね、 Google とか Yahoo とか。で、その中には検索エンジンというものがあって、その検索エンジンの中にいろんなウェブサイトがストックされています。で、そのストックされているんですけども、検索エンジンが世界中のウェブサイトをストックしに行く
こと、データを取りに行くことをインデックスすると言います。要はインデックスというのは一覧を作るということですね。ですのでこれをチェックに入れた場合はそういう、検索エンジンが見に来ても載せないでくださいという信号を送ることができるということですね。ですので、意図的に検索エンジンに載せたくないウェブサイトの場合は、こちらをチェックをするということが良いかと思います。しかしこちらの場合はですね、 URL を知っている人は確認ができます。ですので、URL を知っている人には見られますので、そういった方にも見られたくない場合にはまた別途何かしら仕組みを作る必要がありますね。例えば会員サイトとかそういったものであれば別の仕組みをちょっと入れる必要があります。はい、次はですね、設定のディスカッションというものがあります。こちらは主にコメントとかでのやり取りの設定をしますが、かなり設定項目が多いのでここはちょっとかいつまんで、いきたいと思いますが、まずはですね、新しい投稿へのコメントを許可するというものが、上から3つ目のチェックボタンであると思います。でこちらのチェックを入れてあるとコメント機能が各ブログの投稿でコメント入力欄が出てきます。でこれのチェックを外すと、その外した以降に作ったブログの投稿に関してはコメント機能が載りません。ですのでそれまでに作ったブログはコメントオンになっている状態になります。ですので過去のものに関しては手作業でこうコメントをしないという設定をですね、記事の一覧の方からする必要があります。はい、ここは結構ややこしいところではあります。でまたですね、コメントモデレーションというところがあるんですけども、これはこういう文言を含んでいたらですね、承認待ちにしてくださいねと、例えばちょっと攻撃的なワードを入れる人がいるとかね、そういった場合にコメントをコントロールした場合には、そういった言葉をこちらに事前に設定しておくことで、そういう投稿をした人は直ちには掲載されないというようなことができます。はい、また同じようにですね、そういったキーワードを指定して、でそういった指定にチェック、引っかかった場合にはもう自動的にゴミ箱に入れるというような設定もできます。またアバターですね、こちらはコメントを投稿した際にアバターっていう、まあちょっとアイコンみたいなものが出てくるんですけども、そういったものの表記に関する設定になります。こちらはコメント機能をですね、フル活用したい場合にはぜひこの下の参照のマニュアルの方、公式の方からマニュアル出てますので、細かい設定を見ていただくとより一層分かりやすいかなと思います。次はですね、メディアというものがあるんですけども、こちらは皆さんが画像とかをアップロードしますね。その場合に、ワードプレス側で自動的に吉野に各種サイズを指定してですね、例えばここで言うとサムネイル、中サイズ、大サイズと、3つあるんですけども、そのサイズで画像を自動的にトリミングしてくれます。トリミングしたり、あとはリサイズしたりしてくれます。で大きい画像のサイズでもちょっと小さくしてくれたりとか、そういったことをしてくれますが、そのサイズを任意のものに変えたい場合ですね、こちらの設定項目からすることができます。こちらはまああんまり触ることはないかなということが最近は多いかなと思いますが、まあ、技術的にそういうことができるということですね。あとは基本的にはデフォルトでオンになってますが、ファイルアップロードした際にワードプレスの中には、WP コンテントというフォルダーが一つあります。その中にテーマ、プラグインとかあって、その中にアップローズという、まあ、アップロードしたファイルを入れとくフォルダーがあるんですね。その中を自動的に年月で振り分けますよっていうことは基本的にデフォルトでオンになってます。でそうはしたくなくて全部平たく置きたいという場合にはチェックを外す必要が出てきます。はい、あとこちらパーマリンクですね。パーマリンクっていうのはなかなかここも難しいところでして、ちょっと後でも出てきますけども、ここの設定をですねちょっとこじらかすとですね、後々いろいろともこの動きが取りにくいという場合が出てきたりします。でまあ、パーマリンクって何かっていうとですね、ドメインの後ろ側の、ワードプレスの後ろ側ですね、
ワードプレスが設定してある URL の後ろ側のアドレスの並びをコントロールする、管理する部分になります。でまたこの下にはですね、カテゴリーの、パーマリンクまたはタグのパーマリンクをどうするかということが設定できたりして、あんまりこう使うことはな、あの個人ニュースではあんまりないとは思うんですけども、例えばですねサンプルドちょっとドットコムがおかしいですね、サンプルドットコムのですね、通常だとスラッシュカテゴリースラッシュカテゴリーの名前みたいになるんですね。それがカテゴリーの一覧のページになるんですけども、ここに例えばスラッシュトピックススラッシュってするとサンプルドットコムスラッシュカテゴリーの部分をトピックスに変えることができますね。こういった形で、任意の文言にアーカイブ一覧をコントロールすることができるというのがこちらの設定ですが、あまり使われることはないかなという印象です。技術的には設定画面でできるということだけ知っておいていただければいいかなと思います。はい、あとはプライバシーですけども、おそらく個人情報を得るようなウェブサイトじゃなければあまり関係ないかもしれないですけども、一般的に欧米も含めて、ウェブサイトを基本的にプライバシーポリシーを出す方がいいという流れが最近は出てますので、そういったプライバシーポリシーに関するひな型とかをね、こちらのページで作ったりすることができます。ですがひな型になっているものが若干その欧米寄りというかいうような内容になってますので、しっかりとビジネスとしてプライバシーポリシーを掲示する場合にはやはりしっかり内容を精査して作られる方が良いかと思います。はい、これでざっと内容を説明してきました。でここからはですね、もう3つぐらいしかないんですけども、最初の設定の時にここだけは確認しておいた方が後で楽だよというような内容を少しご紹介したいと思います。まずはですね、カテゴリーとタグの使い分けについてなんですけども、カテゴリーというのはイメージとしては箱です。ですので箱の中に投稿を仕分けするみたいな感じですね。で複数カテゴリーをつけることもできます。まあ、そこがちょっと厄介の元にはなるんですけども、もう一つはタグはですね、要するにまあ付箋みたいなものです。ですのでどちらかというと箱の中にもいろんな付箋をつけることができます。なので横のつながりを作る場合はタグというものがかなり重宝されます。こういった形でざっくりではあるんですけども、たまにこうタグは使わずにカテゴリーだけってやる場合ですね、そういった場合には複数のカテゴリーを、用意しなきゃいけなくなってまたがなきゃいけなくなると。でそういった場合には意外とその、この情報がどういったものかっていうものが分かりにくくなったり、あとは例えばパンクズリストみたいなものがねテーマの中にはあったりします。このトップページからこうこの投稿の中のカテゴリーの中のこの記事ですよみたいな、そういうこうリストみたいなのがよく出てくると思うんですけども、そういった部分でも若干分かりにくくなったりするので、こう明瞭にコントロールするにはこういった形で使うことも一つ参考にしていただければなと思います。はい、あとですね、パーマリンク設計を十分検討するっていうことが書いてあります。でこれはですね、パーマリンク設計、さっき言ったようにですね、各投稿のアドレスがそれで決まるんですね。ですので設定によっては、いろんな形が取り得るんですけども、一番大事なのは、その URL で検索エンジンにインデックスされるということです。要はかなりの割合のウェブサイトが検索エンジンから検索をして見に来てほしいって思うことがとても多いですね。その場合は検索エンジンに読んでもらって検索結果に出てアクセスをしてもらうっていう流れになります。で、その検索エンジンに読まれるのは記事のタイトルと同じようにアドレスも読まれますね。クリックされて来てもらうので。しかし後でパーマリンク設計を変えるとこの投稿のアドレスも変わっちゃうんです。ですのでインデックスされたのに、アクセスが来たけどパーマリンク変えちゃったから記事がありませんになるというようなことが発生するんですね。ですのであまり後々にパーマリンク設計を変えたくないというのが
本実際のところです。ですのでそういう意味も込めて設計を十分に検討することが必要になります。で、方針が定まらない場合って書いてあるんですけども、こちらの場合はですね、パーマリンクの中に投稿などが持つ可変要素ですね、カテゴリーとかタグとかそういったものをパーマリンクの中に含まないということがお勧めしています。で、どういうことかというと、さっきカテゴリーも複数つけれます、タグも複数つけれますというお話ししたんですけども、そのカテゴリーって後から再編成したいときって出てくるかもしれないですよね。記事がすごい多くなってちょっとカテゴリー分かりにくいから一回カテゴリー変えてみんな仕分けし直したいと、そういうことをした場合にパーマリンク記事のアドレスの中にカテゴリーの名前を入れてしまうと、カテゴリーを変えると記事のアドレスも変わっちゃうということが発生します。またタグも同じような形ですね。タグも再編成したいとかいう場合に変えて、それがパーマリンク設定に入っているとパーマリンク自体が変更されちゃうので、なかなか変えづらいということがあります。ですので、こういったところは含まないように、もし分からない場合はですね、含まないようにする方がいいと思います。逆にそういうデメリットも含めた上で、やはりカテゴリーの名前を入れたいということも応援してありますので、そういったところは、適宜判断してやっていくというような方になるかと思います。はい、あとはですね、コメント機能を活用どうするかですね。国内では結構、コメント機能を活用しない例がとても多いです。それはなぜかというと、これはグローバルに話なんですけども、スパムコメントっていうものがやっぱ、多いです。なんていうかな、いたずらというか、もうなんか変なお知らせ変な書かれたりとかですね、いろんな管理できないところで、コメントをつけられるということがなくはないです。で、実際に、運用していくと分かるんですけども、スパムコメントってすごいたくさん来ます。ですので正直それが煩わしいという場合には、コメント機能を一切使用しないという判断もできます。そういった場合には先ほどの機能でコメントを使用しないもいいんですけども、完全にコメント機能を使用しないという場合にはプラグインを利用して完全停止するということもできます。で、そういった部分も含めてですね、コメント機能をどうするかっていうのは最初の方に考えておいてもいいのかなというふうに個人的には考えています。はい、では、今日のお話のまとめになります。まずはですね、なかなかこの話を聞くだけでは正直分かりづらいところはあるとは思います。で、実際に触りながらですね、見直して動かしながら、すると理解が深まるかなと思います。また、冒頭で申し上げたように、これらのちょっと違いとかですね、標準で持っている機能とか設定項目とかを理解していくことで、何か問題が起きたときに問題の切り分けがしやすくなると思います。ですので、そういった際に活用してみてください。またこういった基本の設定を理解してですね、ぜひワードプレスの利用を皆さん楽しんでいただければなと思っています。はい、本日お話ししたことはこの5つになります。はい、今回この2回目ですね、基本設定編という内容でお話をしましたが、次回以降、例えば3つ目ですと、テーマプラグイン編というものがありますので、テーマとはどういうものなのかと、プラグインはどういうものなのかとか、あとはこちらの中で、こういうテーマがありますという紹介できるものもあればですね、例えばこういう時はこういうプラグインという選択肢もありますみたいな、実際の実例使い方っていうんですかね、ケースバイケースの部分も少しお話しできればなと考えてます。4つ目はコンテンツ作成方法編として、今はですね、コンテンツを作るのはブロックエディターと呼ばれてですね、見出しブロックとか段落ブロックとかですね、そういったものを積み上げていろいろレイアウトを作ったりコンテンツを作るんですけども、そういった部分の基本的な操作と基本的な知識というものをこちらで取り扱います。で、それまでが結構基本的なことなんですけども、5つ目に関してはカスタマイズ編ということですね。で、固テーマとかプラグインを使って実際にどうやってワードプレスってカスタマイズするのかなと、例えばどうやって CSS を読み込ませるのかなとかね、そういったことをちょっと技術的な話が出てくるかもしれませんが、そちらも紹介していこうと思います。
最後に6番目はですね、運用学習編ということで、まあワードプレスを運用する上で必要な知識であったり、あとはワードプレスの最新の情報をですね、どういったところでチェックしたりしたらいいのかなとか、そういったことをお話しできればなという形で全6回で考えております。はい、このような形でワードプレスミートアップでまた皆さんと一緒にですね、便利な情報を共有していけたらなと思ってますので、よしよかったら時間許したらですね、他の講座も見ていただければなと思います。はい、ということで今日の話を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。